で、ここまで、庄司が移築して残したかやぶきの建築を、部分部分見てきたんですけれども、かやぶきというのは、さっき途中で、友からもあったように、20年から25年ぐらいで、徐々にやっぱり傷んでいき、で、それから、近年はかや自体の質が少し低下していたり、そして、いろりというふうなものを、例えば家の中で使って、日常的に火を、あるいは煙を、その屋根の下で出しているような生活というのが、もう今はなかなかできないので、で、そうすると、屋根の傷みというのもどんどん早くなってきていて、例えば今日見てもらったものの中でいくと、右縁台なんかも、こういうふうな形で、これは、数年前の写真ですが、屋根がやっぱりどん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 傷んできていて、こんなふうに雨水が、少し下の方までも浸食してきてしまったりという、そんなふうな、状態に今なってきて、こういうものをどんどん直していければもちろんいいんですが、簡単なことではなかなかないので、現在、この右縁台の方は、ちょっとシートをかぶせて、応急処置というか、痛みをなんとか、一旦とどめておこうという、そういうふうな状態になっていて、こちらは益子三公館の、展示棟ということになっているので、今回のクラウドファンディングとはまた別のものなんですが、こっちはこっちで、なかなか厳しい状態にあり、一方で、この今回の、長屋門も、やっぱり屋根、ずいぶん、もぐしの部分も含めて、もう崩れ落ちてしまうような形で、かやもずいぶん傷んでいて、これはシートを、ちょっとこのシート、ここキンキンに少しきれいに直して、シートだけきれいに直しているんですけれども、シート、ここもやっぱりかぶせていて、で、これたまたまシートがボロボロなので、より一層ボロボロな状態に移ってしまってるんですけども、はい、こんなふうな形の状態に、今はあって、今現状としては、そのシートの部分がちょっときれいにシートをかぶせ直しているというだけで、屋根の状態はこれからあんまり変わってないという、そんなふうな。ちょうどこのシートをかぶせた状態っていうのは、これ、ちょっと地元の大工さんに頼んだ、仮、なんですかね、ちょっと一、その場しのぎのシートだったんですけど、やっぱり風で煽られてすぐ傷んじゃって破けちゃう。で、今回もクラウドファンディングにおいて、かやぶきを直すという前提で、クラウドファンディングしてる中で、そのクラウドファンディングによって、直してくれるっていうことが決まった、かやぶきの業者さんが非常に良心的で、そこが、ちょっと、きれいに、要するに不必要なカバーはかける必要なくて、ぐしだけ止めれば、あとはなんとか持ちそうですと、1年くらいだったらということで、一番痛みのあるトップの部分、ね、上ぐの、しで上すの部ね、分ね、はい。そこをちょっと直してもらって、今、ちょっとかなりきれいな状態に復活したっていうか、大元はね、危機的な状況では変わらないんだけど、見た目的には今、ちょっと清潔感がある。あれ、直したんですかって周りの人に聞かれるぐらい綺麗な状態になってますけど、よく見るとね、いろんなところが伸縮しているという。この屋根の、この表、なんか斜めになっている、この屋根部分はもう全く修復されてない状態のまま、今もあるという、そんな感じ。で、この屋根を、先ほど、このリーチさんと庄司が通った時代に、あるいは、この右側も、なんかね、いい写真なんだけど、随分これも庄司の晩年かなと思いますが、長屋門の前で妻の肩を叩こうとしている庄司のとなか2なかね、人、夫婦2人何か面白いですね。の、ね、写真があって、で、やっぱりこういうような時の屋根に、せめてここと、それから、三公館のはまた別ですけれども、右縁台の方と、その2つは、庄司が移築した中でも、重要な、あるいはメモリアルな建物として、何とか維持できないかということで、今回のクラウドファンディングに関しては、こちらの長屋門の方を、今こんな形でですね、先ほど最初に挨拶
説明をしてくれた、筑波大学の大学院の有志の皆さんと、それから、浜田窯とで、まあ、主催というのかな、がチームとなって、このかやぶきの長屋門、浜田庄司とバーナード・リーチゆかりの、はい、益子のかやぶき長屋門を残して、そして、未来につないでいこうという、そういうふうな、まあ、クラウドファンディングに挑戦中ですということになります。そうですね。はい、まあ、筑波大生の皆さんのサポートがなければ、ちょっと我々だけではこの事務的なこととかも非常に難しくて、非常にありがたかったし、まあ、筑波大の先生には安藤邦弘先生という名誉教授が、まあ、日本かやぶき文化協会の代表理事もされている、まあ、かやぶきや古民家などに力を尽くされている先生からもいろいろ支援やサポートをいただいていて、まあ、本当に今回いろんな条件がいい条件が入りました。あと、茨城県の石岡市の八里の茅葺きの里ぶどき屋岡というところの職人さん、茅葺きの職人さんにも非常に良心的な価格設定といいますか、おそらく想定の半分近いお値段で茅をやってくれる、茅の修理をやってくれるっていう、そういうお話をいただいたので、これならばなんとか茅葺きを直すためのクラウドファンディングに、追っていけそうだなという、そういうような思いもありました。まあ、かつてのね、浜田庄司の頃のように、なんかこう、力強い大資本家といいますか、そういう人たちのバックアップっていうのは、今ちょっと世の中的には望みが難しいところがあるし、我々自身の運営もね、ポン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 歌舞伎を直せるような、体力が今残ってないという、そういうこともあっての上での、皆様から協力いただきながらの茅葺き修繕事業という、クラウドファンディングで、これクラウドファンディングはちょっと我々も不慣れなところがあるんですけども、まあ、やりながら勉強しているようなところがありますけれども、今とりあえず理想的には800万円ありますと、なんとかこれ茅葺きだけじゃなくて、この長屋門の基礎のあたり、土台のあたりの木材も結構傷んでまして、ここもちょっとジャッキアップして、まずそこから直さないといけないっていう、土台から。そういうことで、見えないところ、茅葺き以外にもちょっと、基礎の土台の部分もちょっと傷んでるっていう、そういう部分はあるんで、まあ、土台は多分ずっと浜田庄司の頃からずっと直してない場所で、特に工房のところ土間なので、土間のやっぱり湿度っていうんですかね、そこら辺がちょっと傷んでますんで、まあ、そこを直すということも一緒に行うということで、結構、浜田窯ができて今90年なんですけど、まあ、90年ってかなり思い切ったこの建物を大修復というんですかね、を行うという、そういうことであります。まあ、ちょっと歴史的にもこのイギリスと日本をつないだ、バーナード・リーチと浜田庄司の交流だけではなく、そのイギリスと日本をつないだという象徴的な場所でもありますし、民芸運動の一つのシンボルでもある、そういう建物でもありますので、非常にこの歴史的な意味の非常に強い建造物ではあるということもあって、まあ、浜田窯としても直さなきゃいけないですけども、これまあ、民芸的な観点から見ても、まあ、陶芸的な観点から見ても立派な遺産であるというか、その遺産を遺産として、保存するだけじゃなくて、また世の中の中で、まあ、これからもさらにいろいろな活用の方法を考えながら生かして公開していきたいという、そういう思いもありまして、いろいろ若い方々、筑波大の方々と一緒に今回の事業、クラウドファンディングの事業として、その先を見据えて、進んでいこうという、そういうような思いも、まあ、あるという、そういうところもあります。はい。はい。
はい、で、このクラウドファンディングは、Ready for という会社が、クラウドファンディングのプラットフォームになっていまして、今現在画面で出している QR コードからもそこのページに進んでいくことができます。期間が、来年1月の24日の月曜日までかな、そこまでの期間ということで、はい、今現在進行形で挑戦中ですので、関心持たれた方はひとまずページのそのウェブのページのところだけでも、ご覧いただければなというふうに思います。いろいろそのウェブご覧になっていただくと分かるんですが、返礼プランというのがいろいろありまして、浜田庄司の作品をいろいろと雇用してるっていうのもありますし、また体験型という形でこのかやぶき を直すところを皆様と一緒に体験しようということとか、これは日立ふどき農家の皆様のご指導で、体験をするんですけれども、あとこの出来上がったこの、リーチルームと我々言ってるんですけども、バーナード・リーチが過ごした部屋を自由に使えますよっていう、そういう部分とか、バーナード・リーチのリーチポタリーっていうのがある場所の名物料理にパスティっていうパイ料理があるんですけど、それを浜田庄司大好きで、益子ではパースチーという呼び方で我々食べてたんですけども、その益子パースチーを作ろうという体験教室とか、さまざまなそういう体験型のもの、あと浜田窯の焼き物、浜田庄司焼き物などを返礼としてご用意してるっていうところもなかなかこう魅力的なクラウドファンディング事業じゃないかと思っております。はい。はい。よろしくお願い。はい。いろいろと新着情報などなども、そのウェブサイトのところで公開していますので、そんなものもぜひ見に来ていただければと思います。はい。はい、じゃあ、今日は私、浜田拓司と、それから兄の、浜田智音で、ちょっとその益子の、はい、生活ぶりを振り返ってみました。はい、はい、こんな風に兄弟で長々と民芸談義とか浜田庄司談義するの初めてですね。そうかもしれないね。ちょっと食事しながらチラチラっとここはこうだったんじゃないみたいな軽い話はするんですけど、本格的にこうやって話すのはなかなかなかったので、かえって面白い経験になりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はいはい、では、これで今日の、このスライド、トークですかね、はい、ごめんなさい、ご編集してもらうことにしよう。はい、はい、これで今日の、スライドトークは、終了という形にしたいと思います。はい、ありがとうございました。はいはい、それでは引き続き筑波大の皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それでは、はい、お疲れ様でした。はい、ダデン君すいません、こんな形です。あ、はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ一旦レコーディング、はい、終わりにしますか。はい、レコーディング